ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。今回は全品プチプラコスメを使って大人メイクをしてみました。今の季節から秋にかけて先取りしたアイテムもたくさん使っているので、ぜひ最後まで見ていってください。それではメイクスタート。はい、それでは始めていきます。まずこちら、やっぱ崩れないメイクには欠かせないアイテムですね。指の腹でくるくるっと優しく伸ばしていきます。これがないと私は夏を過ごせない。しかもこれ安いからさ、それがまたありがたいですよね。はい、そしてこちら、レブロンのカラーステイクッションロングウェアファンデーション2番のバニラを使っていきます。これね、新しく出たレブロンのクッションファンデーションなんですけど、めっちゃいい、めっちゃ良かったです。密着力のあるファンデーションで、カバー力ほらすごくない？すごい顔の色ムラをね、均一にしてくれるんですよ。で、毛穴もめっちゃカバーしてくれる。肌へのね、密着力がね、半端ない。ほら、すごい綺麗になったの分かります？ツヤとマットのちょうど間ぐらいで、めっちゃ自然なツヤ感が出ます。なんかマットすぎないし、ツヤすぎないし、すごい質感がね、ちょうどいいです。まあ、あとはもう肌への密着力がすごいのと、皮脂吸収パウダーも入ってるので、テカリとかもね、気にならず崩れにくいベース作りができます。でね、 SPF50 の PA3+ なんですよ。すごくない？クッションファンデってさ、みずみずしくて崩れやすいイメージとかあると思うんですけど、結構それを覆すファンデーションだと思います。しかもプチプラ、カバー力がさ、すごいからさ、もはやコンシーラーいらん。で、最後軽くキャンメイクのトランスペアレントフィニッシュパウダー。あんまりね、つけすぎてもマットっぽい肌になってしまうので、軽くで OK です。ブラシの毛先を使うみたいな感じで。はい、続いて眉毛いきます。眉毛見て、めっちゃ生えてきたくない？以前の私の眉毛やばかったもんな。でも今はね、もう全く処理してないので、ここ1ヶ月ぐらいなんかわーって生えてきた。眉尻まであるのが、ね、すっごい珍しい。私もう頑張っても眉尻生えてこんかったからさ。そんな眉メイクは今日はこちらを使います。フーミーのアイブロウパレットです。はい、まず真ん中の赤い色、赤茶の色を眉山から眉尻にかけてふわーっと入れていきます。ブラシを寝かせながら、で、地肌に少し当たるぐらいの軽いタッチで、こう左右に動かしながら入れていきます。ぼやぼやっとまず輪郭を作っていくイメージですね。で、次にダークブラウン、トントンと取って眉尻で、まあ、ムラになってるかなって思う部分にちょっと穴埋めしていくような感じで、ポンポンとスタンプ塗りしていきます。そして平筆の方に変えて、こちらのブラウン、明るいブラウンを全体になじませます。こう回転させるような感じかな、上に向かってこうくるくるみたいな、眉頭の毛を立たせるようなイメージで、これを回転させてつけていきます。で、全体にふわーっと、こんな感じです。眉毛を生やすようになってから、すごいふわふわ眉を作りやすくなりましたね。やっぱり私の眉毛って左右バランスがこっちの左の眉毛の方が低いんですよ、眉毛が。だからちょっと上にプラスしていきます。次は眉マスカラをしていきます。エクセル、これはピーチブラウンですね。今回はちょっと赤みを使ったメイクなので、全体的に眉毛も赤みをプラスしていきます。毛先にだけつけるイメージです。全部つけない、毛先にだけ色をつけてなじませるイメージです。根元までしっかりなじむようにつけると、なんかペタッとした眉毛になって、立体感がなくなってしまうので、毛先だけ塗っていくのがね、ポイントです。特にね、このエクセルは割とドバッと出てしまうので、結構注意が必要ですね。はい、こんな感じで太眉が出来上がりましたら、次はアイメイクいきます。アイメイクはこちら、9月4日発売のリンメルのロイヤルヴィンテージアイズ17番です。
これかわいい。この間新作のねコスメがかわいいっていうので動画にしたんですけど、それで紹介したセピアピンクのカラーになります。かわいい。これね、ほんと秋先取りって感じの色。なんか秋すぎないんですよ。秋だとボルドーとかね、すごい深い色が流行ってくると思うんですけど、あまりね深すぎないんですよ、このカラーの配色。だから今の季節、夏から秋にかけてのこの今のシーズンにすごくぴったりなアイシャドウだと思います。このカラーを使用していきます。リンメルのアイシャドウはもう粉質がすごく滑らかで柔らかくて発色がいいのでめっちゃ好きです。赤みも入ってるグレージュっぽい感じのカラー、それがねすっごい可愛い。可愛くないですかこの色。ちょっとやっぱピンクがかった感じなんですよね。でもベージュなんですよ。これを幅広くアイホール全体に広げていきます。これでちょっと深みを出すイメージですかね。次にこちらのピンクを使用します。シアーなピンクでね、ラメ感もちょうどよくてすごい可愛い。なんかキラキラギラギラしすぎてないのがすごい可愛いんですよ。これを先ほどの色の半分ぐらいの位置まで入れていきます。ピンクメイクってね、腫れぼったくなるから嫌っていう方結構いたりするんですけど、このピンクは腫れぼったくならないんですよ。肌なじみのいい色だから、すごい挑戦しやすい色ですね。はい、こんな感じです。そして次にチップでこちらの色をつけていきます。目の際に線を引くような感じで入れて、ちょっと伸ばします。目を開けた時にうっすら見えるぐらいの位置まで。このグラデーションめっちゃ可愛い。で、下まぶたにも入れていきます。かわいい。で、目頭の方にはこちらのカラーで涙袋を強調していきます。はい、とっても可愛いです。で、目尻の部分だけいつも使ってるこちらのレブロンのこの赤茶、これをアイラインのような感じで引いていきます。細いこのアイシャドウのラインブラシを使って目尻を長く引いていきます。もうこれするだけでアイラインいらない。あ、やってしまった、やってしまいました。あるあるですね、目引っ張ったらあるある。ちゃんと手拭かないと。そしてビューラーします。こちら、これあるだけでまつげのカールキープだったり、まつげの張り感っていうのはすっごい保証される。ほんまにこれだけでいいんじゃんっていうレベルでね、まつげが上がるし張りが出るし長くもなる。で、マスカラクランベリー使おうかなと思ったんですけど、こちらのブラックを使います。あえてここで目元をキュッと引き締めます。じゃあリップはキスのスライドルージュの8番使っていきます。これ片手でねカチッてできるんですよ。ニョキニョキ、これ便利。ヌーディーなローズベージュです。チークはどうしよう迷ってるんですよ、こっちとこっち。キスのこのベビーピンクのクリームチークかセザンヌのチークか。でもちょっとこっちの方がなんかつきやすそうな気がするからセザンヌを使おうと思います。
ちょっと高めの位置で入れたいな、今日の気分は。付属のブラシでちょっと縦に持って目の下あたりに入れていきます。リップとも合ってチュルンとした感じが合いますね。そうや、ノーズシャドウ入れないと。濃いかな、この色。ハイライトはこちらを使います。これをね、サラッとしていてリキッドのハイライトなんですけど、つけたらね、パウダーっぽい質感になります。これをちょんと鼻先に軽くつけて伸ばします。OK、 完成です。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じです。レブロンのクッションファンデーションの優秀さと、この絶妙なピンクカラーのアイシャドウ。最近はね、可愛いメイクももちろん好きなんですけど、大人っぽくてちょっと色気のある色っぽいメイクも好きなので、まあ、それを意識してメイクしてみました。少しでも参考になれば嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。